はい、どうも。今日も元気にマイクラやっていきましょう。チャンプルーです。ということでね。はい。なんとね、パート2にして、ついにね、アカシアの村を見つけることができました。いやー、最高です。本当に。しかも結構でかいのか、ここの村。おー、結構でかいぞ、ここ。この村、いて。やべ、腹が鳴るんだよな、今日。あ、ベッドも置いてありますね。ということで、ベッドを見ていきましょう。ベッドはこちら。てれん。チャンプルインホテル。あ、結構でかいな、この村。おお、アイアンゴーレムもいる。ちゃんと。これなんだっけ？溶鉱炉。でもな、スマホが間違って叩きそうなんだよな、村人。このカメラ移動してるときに。チェストある。ヒヒヒ。お宝は何かな。ああ、パンか。じゃあここにいらんやつ入れとこう。これいる。アイアンゴーレム倒してさ、鉄手に入れてもいいけど、まあさすがにちょっとかわいそうなんでね。なんか他にないか？お！ヒヒヒ。あった。まあ、ないよりかはマシだね、革装備。あ、豚。あ、これ養豚場かな？あ、ここにちゃんとあれがある、あるわ。ゲートが。フェンスゲート。あ、養蜂、養豚場だ。あ、で、農家してる人がいる。しかもビートルートじゃん、これ。確かビートルートってあれだよな。昔は、スマホ版にしかなかったんだよね、多分。あー、鶏が。ここ開拓するの面白そうだな。猫。猫もいるし。猫って魚だっけ？あ、すごい。牛も豚もいる。あ、いいじゃん、ここ。いろいろと開拓しがいがあるぞ。お、ヒヒヒ。お宝は何かな。なんもねえな。待って、ここ、お宝あさりが、なんていうの、はかどるぞ。しかも、あそこにもあるし。よし。いいね。あ、しかもここにも、あ、樽。あ、なんもない。あ、種植えとくか。今後、自分も使うし。おら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 。なんもない。なんもない。ヒヒヒ。お宝。お宝タイム。チャリ。おー、いっぱいある。あ、しかもバケツある。もうらい。やったぜー。お宝発見です。で、あと水バケツですね。よし。登りにくいね。こういうところの村をね、ちょっと開拓していきましょう。
危ねえ危ねえ。耕してるところにジャンプする。耕してるところにジャンプするとね、普通の土になっちゃうから。あ、でもここの水枯らすとあれなのか、枯れちゃうのか、水が潤わなくなっちゃうか。よし、じゃあアカシアのところだから村囲むな、アカシアのあれにしましょうか。うん、ああ地図ね、製図か。よし、じゃあ村を開拓するとしましょうか。この村をね、俺がいい村にしてあげよう。お、俵、俵がいっぱいあるぞ。あ、スーという感じで。お、待って、開拓の前にちょっとね、こういうあの危険なところをね、早速片付けておかないと。危ないね、ここ。うおー、スケルトンがいる。いて。痛いよ。あ、スパイダーがいるな。モンスターハウスだな、ここ。また来た。いやー、やばい、モンスターいっぱいいるな、ここ。一旦逃げよう。逃げ足だけは早い。スタコラさっさと逃げていきましょう。行商人？あれ？行商人いるはずだけどな。こいつがいるってことは。痛い。まあここを封印してもいいけどな。封印するか。どうせなら。ちょっと探検してやばそうだったらもうすぐスタコラさっさして行きましょうか。暗くなるか。オッケー。ここの村がね、あのゾンビ村になったら嫌だからね。お、行商にいるけど、いや気にせず行きましょう。Thank you.
雲の目いらないけど。痛い。3、4体か。多勢に無勢だな。この花崗岩便利なんですよね。やばいな、めっちゃいるな。スケルトンが2体いるのか。はい。あ、弓手に入れた。体力回復を兼ねて。どうしようかな、めっちゃガチになって無言になってる。やばい、どうしようかな。きついな、ここ。装備が万全じゃないからやめとくか。いやー、きつかったね、ここ。ちょっと自分の操作が下手すぎるのもあるけど、なかなかね、苦戦しますね。ゾンビ相手ですら。うん、まあどういらないんだよな。石炭欲しいからね。OK。 じゃあ取ったことだし帰りますか。
だからさっさと鉄ないよな。鉄が1個でもあればね、火打ち石とか作れるけど。よし、オッケー、ただいま。さあ、あとは村、他にもあるかな。お、なんもね。ここ行ったっけ？あ、そっか、俺ここから登ってきたから行ってるな。俺の前からめっちゃ 3D 酔いする人いるかもしれない。今更だけど。その時はね、無理せず主張をね、止めてくれればと思います。いたー。ここもいいな。おう、焼き鳥になるかてめえ。俺なんかね、昔からニワトリにだけ当たり強いんだよね。なんかニワトリだけなんか思いっきりなんか焼き鳥にするみたいな感じにしたりとかやってるから。そう、なんかね、ニワトリはね、マジでいじりたくなる。うわー、ここなんだ。止める。止めて、ここ水を置けばいいんじゃない？てか、ここの畑あれだな。俺が直すか。おお、ここじゃがいも畑じゃん。いいね。まあでも焼かないといけんかな、じゃがいもは。ここ行ったっけ？さあ、なんだろうな。おお、まあパンね。うん。オッケー。で、俺のもともとの家どこだっけ？これだっけ？この端っこの家だったよね、確か俺。あれ？どこだっけ俺。自分の勝手に使った拠点を忘れた。違うな。まあいっか。なんか白ベッドが置いてあるところが自分の拠点なんですけど、ないな、白ベッドの拠点。ここあれか、書籍か。お、貯蔵台。いいですね。ここいろんな設備整ってて最高です。あ、ここだわ。このなんていうの、よくわかんない銅像のすぐ近くだって。覚えとこう。とりあえず、まあ、一旦こんな感じにしよっか。終わりで。
これこうやるのちょっと手間だけど、まあでもね、ちょっとルーティーンとしてやりたい。ということでね、今回もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Thank you for